ました。やりました。惜しかった。やりました。惜しかった。惜しかった。イエーイ。だいぶ今流れが緩んじゃってる。え、ダメかと思ったけど、なんとか取れた。やった。なんかマップで見える地形と全然変わっちゃってますね。マップはね、なんか10年前来た時と大して変わってないなって感じの移り方してんだけども、もう全然なんか様相が違ってるんで、さあどうしましょうって感じ。全然地形が違うぞ。はい、皆様こんにちは、久保田義行です。今回はですね、富山県の神通川にやってきました。神通川、もう10年以上前ですね、過去2回来たことありまして、なので、全くの初場所ではないんですけれども、今回はですね、秋のシーバスを追ってみたいと思います。で、以前ね来た時に自力で、その時も同じような感じで、当時 Google マップなんかなかったんですけども、自力で回って釣って釣ったことがあるエリアを今見て回ってるんですけど、いやー、なんか全然様変わりをしてしまって、もう過去 その10年以上前の経験は全く役に立たないのかなっていうような感じです。で、またちょっと困ったことに、Google マップの、航空写真と見比べても全然地形が違うので、もうなんかマップ頼りにというよりかは、実際にとにかく歩いて自分の目で見て判断するしかないのかなというような感じで、今ちょっと困惑してます。向こうとかも多分あんな草がないようなマップだし、前までこの辺も砂があって渡れたりとかしてたんですよね。なんですが、全然ちょっと様変わりしてるので、ちょっと頑張ってとにかく歩いてみたいと思います。どうしようかな。向こう側から打ちながら上がっていきましょうか。向こうの方が多分傾斜がこっちから見ると緩そうに見えるんで、ここ降りられるけど登れるかって言ったらちょっと自信がないな。ちょっと一回向こう行って歩いてみましょう。はい、じゃあまずそこの背からちょっとやってみましょうか。背とちょっと反転流してるからいてくれたらいいですけどね。どうしようかな、美味しいところから行くか、ちょっと離したところから行ってみましょう。第1頭だし、まずカゲロウの 124F から。水深がわからないところでいきなり根がかりっていうのはちょっと嫌なので、シャローレンジから行ってみましょう。いい流れですね。アユはもうこの辺でも終わっちゃってんのかな。でも絶対ちっちゃいアユはいると思うんだよな。終わってるかもしれない。1ヶ月神奈川よりも早いとしても、12月の中旬だったらまだ神奈川県だとアユ残ってますからね。ちっちゃいこの成長しきれなかったアユっていうのは長生きなんで、そういうのがまだ川にいてくれて、こういう背で残ってくれてたらと思って今ちょっと探ってるんですけど、ちょっとやっぱね、日中だからというのがあるのか、騙しきれてないのか、おそらく流れからブレイク絶対そこだよねっていう、その今線が把握できるので、そこに沿って玄馬の110ですね、
もうちょいだからレンジを入れてというか、まあ、ボトムタッチさせながらふわーっとふわーっとボトムを転がすようなイメージでちょっといってみます。今ボトムタッチしてます。ここはブレイクだ。今の時間多分ついてないって感じですよね。よし、ちょっと他も見たいので移動します。あ、一応降りるためにねなんかいろいろ設備はあるな。これロープもあるなロープ見つけたとりあえず中途半端なところでカゲロウの155からまずスタートしてみたいと思います。1、2頭ちょっとね怖いからね。ちょっとブレーキきつめで、なんでもともとジンズってこのベイトがいる顔なのか、なんかそこでもすごいベイト多いな。おじさんは送電線の下にね伝説を求めるんだよたぶんね若い人はそんなにここがって あんま変哲なさそうなんですけど、おじさんになればなるほどねこの送電線の下っていう魚が止まるって昔はね言われてて、そのこうなんだろうな伝説にすがりたいじゃないけどさ、送電線見ると送電線の下っていう魚が止まるかもしれないっていう思っちゃうんですよね。でそれで今ちょっと入っては見てんだけど、うん、なんかベイトはいるのが分かったのでそんなに悪いエリアではなさそうだけど、今のところなんか決定打にかけるし粘るにはプラスアルファが欲しいって感じですね。ちょっと移動しましょう。参ったな、寒いな。おや、あ、そっちか。もうちょいウェーディングでそっち側に行けるかどうかやってみよう。ちょっとロッドも持ってこう。なんか原生林をくぐり抜けてみたいでいいね。はい、まあね、ちょっと雨も結構降ってるし分厚い雲のせいでちょっと暗くなるのが早いのでこれで初日を終えたいと思います。まあ、とりあえず探れる範囲は、まあ、見ては来たの でこれで明日午前中やってみてどうしてもなんか手応えがないようだったらちょっと近くにも川があるんでそっちも含めて探ってみてもいいかなと考えてます。とりあえず初日終わります。お疲れ様でした。寒い。はい、おはようございます。2日目の朝です。まず河口来てみました。で昨日ですね、まあ、夕方最後ちょろっと河口見に来てで、まあ、お会いしたアングラーの方たちと話してみたけど、まあ、昨日全然だったということなんですけれども、まあ、とりあえず河口からスタートしてみてで、まあ、ビッグベイト投げてる方多いんですけども、まあ、その全然上に反応しないだけかもしれないんでまずちょっとミノでですねやってみたいと思います。もしかしたらこういうところに活路があるんじゃねえかなっていう期待ですね。で今日ちょっと雨がひどいので予報でもかなりずっと降り続けて風もあるので、まあ、ちょっと待機時間もできるかもしれないのでささっと投げて頑張ってみたいと思います。寒いですよし、行きます。
まずマリンギャング空海 140S ですね。僕がシーバス釣りの人生の中でこれ以上飛距離が出るミノに出会ったことがないっていう飛距離が出るミノですね。もう超飛距離に特化してるミノです。でこれをシンキングなので、まあ、中層からボトムにかけてちょっとゆっくりめに引いてくるともしかしたらがあるかなと思って狙ってみます。超雨男今までのロケでなんか雨絡まなかったことの方が少ないな。ちょっと今ねまた雨が結構強くなってきちゃったんで一回車に避難してでちょっと他も見てみます。でまたタイミングずらして入り直してみます。移動しましょう。超お開けてる。はははは、なるほどね。ちょっと全然マップと違いますね。歩いてないと寒い。よっ。はい、じゃあちょっとまた河口に移動してきました。隣のね、上岸寺もちょっと見てきたんですけどもあんまりなんか向こうも水の色は良かったんですけどもなんか良さ系ではなくサーファーもいたのでちょっと戻ってきて河口でやってみたいと思います。ちょっとじゃあちょっと鬼丸で朝よりも気温がちょっと下がってます ね。 でね来るとき新幹線で今回来たんですけれども新幹線のアナウンスで左の車窓で見えるのが立山連峰ですって見たときに山黒かったんですよ。到着した初日も、ね、黒かったんですよ。で2日目朝はねちょっと白かったんだけど今はもう真っ白ずっと雪降ってるみたいです。そんな状況でございます。初冠雪ってなんかニュースもやっぱ流れてたっぽいからまあ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 そんな中ねちょっと上さすがに水面での反応は渋くなるよね。よし、食った。オッケー。うおお、でか、でかいのかな。ちょっとね、今ボトム攻めてて全然だったんで、ちょっとレンジを浮かしたら食ってきたけど、多分どうだろうな、エラー洗いしないけど、してほしくはないんだけど、おそらくシーバスじゃないかな。よいしょ。行かせない。行かせない。よっしゃい。えい。鬼丸です。やった。えい。真っ白。すごい綺麗。やりました。よっしゃい。やりました。70ちょいですね。2、3かな、多分。鬼丸の 20g ですね。グリフィンで。取れたー。よかったー。いやー、到着して結構な雨量でね、夜も降り続けちゃって、もう使ってても相当水温下がったんで、あ、これ終わったなと思って。終わったなと思ったけど、河口来て
なんかこうね、出会った人が励ましてくれて頑張った甲斐がありました。やりました。よし、じゃあ先にリリースしますね。行きます。よいしょ、泳げるかな。お、スーッと沈んで、はい、行きました。いやー、よかった。いやね、河口来て結構やっぱ人がいたんで、で、会う人会う人が頑張ってくださいって言ってくれるんでね、なんかあったかく迎えてくれたんで、それでちょっとね、なんとか頑張らなくちゃなと思って頑張れました。いや、ダメかと思ったけど、なんとか取れた。やった。厳しいな。全然状況が好転しない。いや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 、これは難しいゲームだな。でももうこっから本当に薄暗く限界までやっても多分状況が好転しなさそうなので、ちょっとこれで一回上がります。でまた最終日ですね、朝明るくなる頃から頑張ってみたいと思います。お疲れ様でした。はい、では、最終日3日目の朝ですね、今時間としては6時ジャストです。びっくりするぐらいになんかやっぱ雲が分厚いせいで、夕方はもう5時には相当暗くなってしまうので、12時間実況時間が1日で取れないんですけれども、でもね、ちょっと最終日ですね、しっかりとこれまで2日間見てきたポイントを見てもらって魚にたどり着けたらいいなと思います。ちょっと移動します。もうちょい下って流れが緩やかなところが広いエリアに行ってみましょう。さあ、どこにいるかね。今土管町です。再管町でもうちょいすると再管町で、ここから揚げが始まるので、まあね、魚が入ってきてくれたらいいなとは思うんですけども、でも雨も止んで風も止んだんで、だいぶ釣りをしやすくなったんで、ちょっと頑張ってみたいと思います。多分これこの城だ。いるよ、ほら、沖も。まあね、上でそれで反応してくれるかどうかっていうのはまた別の話でね、シーバス入ってきてももしかしたら少しレンジ入ってないと食わない場合もあるんで。はい、ではちょっと立ち位置移動してきました。なんか昨日土茶濁りっていうか、まあ、濁ってる時だったら分かんなかったけど、結構この辺も浅瀬があって入れそうです。まずちょっとですね、155から行ってみたいと思います。今上からね、できるだけ潜らして50センチぐらいまで155を入れてます。なんだろうな、秋田の水はすっごいこう潜りにくかったのに、富山の水はすごいレンジが入りやすいんだよな。日によってなんでしょうけど、それがなんでそういうことが起きるのかが全然わからん。よし、食った。オッケー。重いな。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。こわ、あ、でもじっがっつりかかってるから大丈夫でしょう。よっしゃ、あ、
よし。やりました、よし。取れました、いいサイズだな。80あるなしぐらいかな、ちょいないかな、78、80あるかなぐらいですね。やった、155です。よいしょ、おー、いいサイズ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 、イエーイ、やりました。初日2日目と、なんかこの城の気配みたいなのを全く感じなかったんですね、ベイトの気配を。ようやく今日ですね、まあ、あの明るくなってから格好を着て、あれなんかピチャピチャしてるっつって、この城っぽいぞっつって、で立ち位置をちょっとずつ修正しながら、まあ、入ったらですね、流れ聞いてるところで食ってきました。やりました、79。80あるなし、よし、ではリリースします。いいっすか、はい、泳げるかな、すごいこんだけ尻尾が立ってるからね、全然元気。よしよし、いった、ありがとうございました。あー、よかった、取れた。いやー、ほんとね、もう雨風でひどかったんで一時どうなるかと思ったけども、なんかいい魚に出会えました、やりました。いやでもほんと初日2日目がくっそ寒かったし、なんか全然加工もね、ベイトの気配がなくっていう感じで、まあ、上もだったんだけども、そういう状況で来たからあったかいし、ベイトはねピチャピチャやってるから集中力は持つわで助かるな。ようやく天候が回復した。ほんと回ってくるか来ないかなんだろうね。なんかこう今さっきどれぐらいの速度で燃えてたかなとか、なんかどれぐらいの角度だったかなとか、正解がありゃ食ってくるってもんでもねえだろうし、危ない、今バックラッシュ仕掛けたけども、レジンシェラーの P の特徴としてはかなり張りのあるコーティングなんで、その辺ではねすごいバックラッシュはしにくいラインですよね。今一瞬こうガガッてなったんだけど、そのままルアーはちゃんと綺麗に飛行してってくれたんで、柔らかい P だとねどうしてもこれがバックラッシュになっちゃうんだけど、バックラッシュのしにくさっていう部分では、うん、すごい本当にこのラインには助けられてる、ベイトでは。ここで加工でもう一本取りたいね。うん、よし、来た、オッケー、うおぉ、キョッ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 、オッケー、どうしようか、陸地にあげるか、刺さり具合はどうですか、刺さり具合はどうですか、センターとリアがかかってるのかな、これは一応陸地に行っちゃいましょう。よいしょ、よいしょ、はい、よいしょ、はあ、よいしょ、やったー、オッケー、はい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 、やりました、出ました、よいしょ、はあ、今ねちょうどいいタイミングだったんでしょうね、ちょっとね沖で鳥がわさわさっとして、なんとか155で出ましたよ、やりました。じゃあ逃がしますよ、もうこれぐらい水があれば全然逃げれるでしょう、はい、行きます、
やったなんとかなんとか最終日天候が落ち着いて少しいい釣りができてるんじゃないですか。もうちょっとだけね、せっかくの地合いな、地合いなのかな、わかんないけど、なんか釣れそうなんでやってみたいと思います。あっちって投げれんのかな。でも届かないもんねちょっと状況がまたね変わってきたし、潮位の上がりなのかわかんないけど、まあまあね、波来るようになったんで、ちょっと中の方に戻りましょう。よし、ではですね、とりあえずちょっと水も増えてきたので、でまあね、魚も出すことができたんで、ちょっとチャレンジでもう一回上行って、まあ、最後はそこでね、玉砕なのか一本取れるかは分かんないけど、上にチャレンジしに行ってみたいと思います。水もだいぶちょっとね、穏やかに水温ともになってきたから、そういう背に入ってくるやつもいるかもしれないけど、背にね、アユがいないんだよね。地元で使いたくて取ってたゲロ100の GLX イワシ、なくしたくないな。あの辺のもしピチャピチャがアユだとして、あれらがこうね、お、食った。これは釣り上げれるかな。どうだ。よいしょ。このまま来い、このまま来い、このまま来い。よっしゃー、オッケー、よし、よし、うお、すごい綺麗。よっしゃー、よし、あー、やったー、やー、やったぜ最後の最後で出た出た出た。よし、おお、すごい。よっしゃ、オッケー。ちょっと一回に水戻しますよ。よいしょ、はあ、やったー。いやー、上で取りたいと思って頑張ってきて出た。いや、サイズは今回の遠征で一番ちっちゃいけれども、喜びはすごいな。一匹目同等だな。いや、これすごい綺麗。釣り上げた瞬間一瞬マスかと思っちゃったもん。頭ちっちゃい。速い流れに入ってくるやつの独特のこのあれですよね、体型してますよね。水からね、ほとんど出してないから、このままいけるでしょう。はい、うわ、でもすごい綺麗。やったよ、よし、よし、上でも取れたやりました。美味しそうなブレイクがちょっとあるんですけども、そこのところ通すのにちょっとね、ダウンに行くから 1,2,4 だと強いかもしれないと思って100に変えたら一撃、まあ、たった今ね入ってきた魚かもしれないんだけども、でもなんか自分が工夫したから食ったって思えるようないい一尾でした。全然多分数は多い状態じゃない中で、あの一匹は食ってくれたから大感謝だな。多分このね、神通川からしたら全然大したことないサイズですね。多分50センチ台だと思うんですよね。行って
なんだけど、なんか超嬉しい一本だな。今日ね、全然それ以上大きい魚取れてるんだけど、なんだろう、それに匹敵するというか、それをに勝るというかね。やっぱこの魚の価値観っていうのは、どう歩いて、どう出会ったかによって変わるかなって気がします。よし。もうね、あっという間にここから暗くなるのも早いでしょうから、しまいますか。いい思い出もできたし。はい、終了にします。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。富山のですね、神通川で、頑張ってみて、なんとか魚にも出会いました。まあね、初日来た時に土砂降りで、まあどうなることや、超冷たい雨で、これはもうパターン激変とかなんだろうなと思って、まあ、案の定初日何の手応えもなく終わりまして、で2日目なんとかね、まあ、1本出たので気持ちが楽になったんで、今日も最後攻めに出れたのかなと思います。でなかなかこう当初予想してたエリアを回りきれたわけではないんですけれども、それでも制限されたエリアの中でね、きっちりと歩き倒したんで、非常に楽しめた神通長考でした。ありがとうございました。やった。